ナダ、カルガリーを会場に3月2日から競技がスタートしている世界ジュニア選手権2023。4日には女子のフリーが行われ、島田麻央選手と中井亜美選手が2人で仲良く表彰台に上がると、ファンの方々からは祝福の声が寄せられています。2日に行われていたショートプログラムでは、島田選手が圧巻の自己ベストを出し首位に立つと、中井選手もノーミスの演技で3位につけ、フリーでは2位と4位通過となっていた韓国勢2選手との上位争いに大きな注目が集まっていました。白に赤い花が刺繍された衣装を身につけた中井選手は、ミスサイゴンの曲に乗り、演技をスタート。冒頭のトリプルアクセルは残念ながら転倒してしまいましたが、その後のコンビネーションジャンプを成功させると、その後も次々と華麗なジャンプを着氷。雄大な曲に合わせた流れるようなスケーティングや美しいスピンなど、その一つ一つに会場から盛大な拍手と声援が。それでも冒頭のミスを悔やむように、フィニッシュ後には笑顔はありませんでしたが、リンクサイドに戻ると笑みがこぼれていました。キスクラでも暗い表情となっており、得点が発表される際には祈るような仕草も見られた中井選手には、自身も驚きの 130.12 点が与えられ、総合 197.40 点で見事世界第3位という名誉を手にしていました。そして最終滑走の島田選手は薄紫の衣装で登場。パスピエの曲に乗り、冒頭のトリプルアクセルを完璧に決め、4回転トーループも決める最高のスタートを切ると、コンビネーションジャンプを成功させ、会場を沸かせます。その勢いのまま、フィニッシュまで圧倒的な演技を披露した島田選手は、フィニッシュ後に力強く拳を握り、喜びを爆発。リンクサイドへ戻ると、浜田美恵コーチとハグをすると、これまでの練習などを思い出したのか、思わず涙がこぼれていた島田選手。キスクラでも目には涙が光っていましたが、この演技で、ショートプログラムに続く自己ベスト更新の 152.76 点が与えられ、総合 224.54 点と、こちらも自己ベストを更新し、見事、今シーズン負けなしの優勝を飾ってくれていました。その後の表彰式では、花束を手にメダルを首から下げ、最高の笑顔を見せてくれた島田選手と中井選手。写真撮影では、カメラマンの指示がうまく通らなかったのか、右往左往する可愛らしい様子も見られました。これを知ったファンの方々からは、世界ジュニアでのダブル表彰台は久しぶり。二人の演技は歴史に残るものだ、などの称賛の声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。今大会の日本女子選手2人、歴史に残るフリーだった。日本女子シングルの世界ジュニアでのダブル表彰台は久しぶり。真央ちゃん、圧巻の演技。世界ジュニア優勝おめでとう。予想はしてたけど、すごい点数が出た。世界ジュニア女王おめでとう。ずっと目標にしていた大技2本成功を世界ジュニアで達成。他の要素も完璧。ガッツポーズが見れて嬉しい。魔王様、
これは男子合わせても表彰台レベルでしょ。島田麻央様圧勝。すごすぎた。今のシニアの誰よりもすごいかもしれない。すごかった。麻央様と呼ばれるわけよね。本当にお見事でした。私も涙出たわ。トリプルアクセル転倒からよく立て直した。銅メダルおめでとうございます。中井亜美ちゃんは決めるべき大会で確実に全部決めた強さがすごい。転倒イコールその後に響くイメージだけど、中井さんはその後頑張った。表彰台確定した時の彼女を見るとこっちも嬉しい。強豪ひしめくジュニア女子ですごいことが起きたね。アミちゃんも涙のブロンズメダリスト。これが泣かずにいられるか。中井亜美ちゃんのトリプルアクセルは惜しかったけど、良い演技でしたね。素敵でした。日本ジュニア女子、頼もしい。感動をありがとう。マオちゃん、アミちゃんおめでとう。あなたたちは日本女子の誇り。感動をありがとう。それぞれに異なる魅力と強さを兼ね備えたスケーター。次世代も強い日本女子。これからも切磋琢磨してください。